はい、えー。今回は矢口さんとのお話なんですけど、あの、面し会話をが面白くなりたいとかこう、女の子が自分と話してて、こう夢中になってほしいみたいな、うん。喋りが下手だから、いろいろとトークできるようになりたいっていうふうに悩む男性はとっても多いと思うんですよね。で、そうしたときに、こう 努力するあまり変な方向に行っちゃうっていうか、会話がうまくなりたいと思うがあまりに、逆にどん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 持てない人の会話になっていっちゃう人って多いんですよ。で、その代表的なものが、この、面白い会話。面白いと言われる会話、思われそうな会話を準備する。で、これはすごく持てない。女性から見ると嫌われる男性になっていくので、 ちょっとそこに関して今日深く話をさせていただきました。えー、無自覚で結構該当する方は多いので、ぜひ、えー、聞いてみてください。どうぞ。えー、岡田さん。はい。まあ、あのー、女性とデートがあるんですけど。あら。いいじゃない、うん。やっぱ僕もね、あのー、うん、喜ばせたいんですよ。うんうんうん。うん、だから、こう、お話を用意していこうかなと思ってう。いなんか、<う>なんかいい、面白いお話ありますか、うん ちょっと、自分が思う、今、思う、用意した面白い話、ちょっとしてみて、じゃあ。の、子供の頃、車に轢かれた話ですかね。ああ、聞きたい。本当に本当に本当に聞きたい。うん。本当に聞きたいの聞きたい。いや、いい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 、い聞きたいんだよ。聞きたいのうん。あの、ま、とにかく、 無謀者だっていうものを子供の頃から示し、示そうと思ってみんな、みんなの見てる前で、車に飛び、うんうん、走ってる車に飛び乗ると。うん。というのを繰り返してたんです。うん,うん、うん、ま結局引かれましたよねっていう、あの、短い、えー。へ <laughs> どうでもいい。<laughs> <laughs> 面白くなかったですか僕の。へぇー。 いいあのしっかり準備して女性に超えたらうん、うん、あ今なんか昔こうね可愛、うん、らしいちょっとうん、うん、ちょっとやんちゃな人でうん、うん、あのねなんかそれでもユーモアがあってちょっと体の強い人みたいな、うん、全部の要素を盛り込んで面白い話作ったつもりなんですけどですかうん、うん、えー、どうでもいいと思ったかな。<laughs> <laughs> へえ、そうだった。ウケる。やんちゃじゃん。で、いいのかなって感じ。女の子。など。で、いいのかなこうしてほしいのかなっていう。じゃあ、今の爆笑話。今の矢口さんの爆笑話。僕の最大の爆笑話。爆笑話。えっと、何でしたっけ車に飛び込んでた。はい。車いや、この。 この場合は多分一言で表した方が面白いと思うけどね。<laughs> え子供の頃、だからこういう時、うん、子供の頃ってどんな子だったのって、例えば矢口さんに興味を持って、うんうん、向こうがえ矢口ってさ、ガキの頃どんな子だったのって,聞,いて聞かれたとした時に、へ、うん、えー、なんかね、 車に飛び込んだりしてた。って言うと多分、めっちゃ笑うと思うんですよ。笑っちゃった俺はきね自分の話なのにね。笑っちゃうんですよ。え、どういうことって言うじゃないですか。で、そしたら初めて話していいシチュエーションだと思うんですよ。なるほどなるほど。いや、僕としては準備してって面白いなって思われたいんですよ。 面白たか、思いれたかったんですけど。はいはいはい。これはどうなんですかあの、じゃあ逆にあなたに問いたいんですけど。はいはい。あ、ねえねえ、ちょっと手品見るって言って。手品わかるねねねえ。そうだそうだ。ねえ、え、裏、裏ない、裏ない、裏ない図とか。わかった。わかった。ねえねえ、催眠術とかやったことある とか言われたときに、どう思ううってなるね。うわってなる、ねう。うわってなるよね。その手品が面白かろうが、催眠術がすごかろうが、本当だろうが、うん、なんだろうが、うん、なんかこう自分の持ち札を出してこようとするその人に対して、あ、えぇ、ー、あ、これ付き合わなきゃいけないのかって思うじゃん。はい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 。 それぐらいやっぱり会話にこう準備した会話ってうん、うん、どうしても誘導してくる感があるから、はい、あ,あると、はい、きつくないですか持ち札ね。持ち札手品と一緒って言われて一瞬で分かりました。感づき,感づきました。なんかそうなるじゃないですか。ねだから。 あ矢口さんは実際はこう、実際話して、こうも,うもうちょっと準備しろよってぐらいノープランで来る人ですけど、<laughs> <laughs> 確かにでも、でも、矢口さんって実際の話をすると、何かで掘り下げてつつくと、結構意外な引き出しを持ってるじゃないですか。<laughs> ああ、ためてるよね。<laughs> そう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 、でだから相手が聞きたいときに出必要、適切なものを出してくるじゃないですか。うううんうん、うん だから決して誘導をしようとしてるわけじゃなくて、相手に誘導をまあさせるっていうか、相手が望んでたら初めてしょうがねえなって言って出してあげる。はい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 。それが本来、そうしないと、その会話は本来面白い会話ではないじゃないですか。そこを、考えを修正した方が、 その場合はた多少持ち札が面白くなくても、うん。相手が聞きたがってるから。逆にね。そう。面白いわけじゃないですか。うん、例えば相手が手品うん、うんね、ちょっと手品とかできないんすかって、もし万が一言ってきたら、えーうん、手品、まあできないことはないけど、うん、そう、できるんですかえ、超見たいっす。うん、超見たいっす。って言われたら、うん、いや、そう、ちょっと一回だけよ。って言って、なる。うん で、そうすると、適切じゃないですか、相手が求めてるわけだから。うん、うんうん。その違いがあるんで。なるほどね。うん、なるほど。今、僕はこの、この話題を用意して、うん、で、もう無理やりでもなんか事故がないか、救急車が通ってないかと、いろいろ気を配って、ちょっとでもそれがあったら自分の過去のアピールとして言おうと思ってました。だから、<laughs> あの、<laughs> わかりやすい例で言うと、そういえば俺子供の頃さ、みたいな、そういえばみたいな、あの、前置きがなきゃできない話は、しちゃいけない話なんですよ、基本的に。いい、いいあれ、いい基準。そういうことだ。そう。例えばさ、そういえばあれどうだったって相手にはいいと思うんですよ。え、何って言って、この前行くって言ってたじゃん。 ああ、なんとか、そうそうそう、そうだったら相手の話だから、はい、と会話を変えようとか、そうしたときに全然問題ないんですけど、うん、そういえば俺子供の頃さ、うん、って言うと、うん、その話をしたくて、自分から振られてないのに誘導をし <laughs> <か> <laughs> てるわけじゃないですか。ですね。 今から僕のオンステージが始まります。始まりますと。参加は強制です。どうぞ、じっくりお聞きくださいって言ってるのは、確かに確かに。まずそう言ってないもんね。そうそうそう。そうそこなんすよ。なるほど。そこなんすよね。自分できっかけ作んないといけない。これは大きな判断基準ですね。ああ、なるほど。で そういえば、俺、子供の頃さとか、そういえばさ、この前さ、みたいな感じで、話したことによって、うん。相手は、それによって、あなたの印象が良くなるとか、変わるってことはないんですよ。ないんだよね。ない。むしろ、むしろは、なんかよく自分の話する人だな、になるだけであって。うん、うん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 。自分発信だとね。そうそうそう,そう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 。うんうん、これ、今思ったのえっと、自分発信、自分発信じゃなくても、 こう誘導するとすんじゃん。うんうん、で、誘導して、相手のものを引き出しました。うん、その後、自分の話したいこと、話があって、自分の話を持ってきたら、もうこれもうマウントになっちゃうもんね。マウントになる。ああ、うん、この方もいらっしゃる。 これ話しかたかったんだみたいな。あそう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 。に思われちゃうよね。例えばさ、ヤ作さん子供の頃どうだったのって聞いて、俺、そう、車飛び込んでたんですよ。あんた、そう、ういうことって爆笑して聞いた後に、いや、俺もさ、ああってなると、ああこの人、自分の子供の頃の話したかったああ、そっから始まってたのねってね。そう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 。 がっかりするよね。えだから、それだそうそうそう、がっかりする。だから、えね、他大のエピソードとかの方がまだいいよね。うんうんうん、確かに確かに。まだ聞かれるまではね。そうそうそう、そうそう、聞かれたらいいんだけど。うんうんうん。だから、そこをちょっとちゃんと守った方がいいよね。マナー、マナー的なもんですよね。ああ、確かにね。そうだね。うんうんうん。めちゃくちゃいいね、この判断基準。判断基準ね。 手品にななっていいかい、ね、<laughs> <laughs> 確かに。<laughs> うん、でも、これは無意識でやってる方多いんじゃないかな。多いかもね、これ。なんか、家族とか、うん、だったら全然もう長い恋人とか。ううん、うん だったら全然問題ないんですよ、それは。なるほどね。うん。報告みたいなもんね。うん。報告みたいなもんだから。うん,う,んうん。で、お互いに知ってる人、知ってることも多いから。うんうん。うん。だから、うんうん、それは全然問題なく、気兼ねなく話していいんだけど、うんうん。まだそうじゃないとき。確かに。は、うん。やめた方がいいと思いますね。ああ。確かに。気を教えたい。うん、うん、うんうん。そうそうそう。 気の知れたのに対して自分から発信するのは、あの知ってることを、私ということを知ってることに対して補足をしてるようなもんだうん。だから、いいってことで、気が知れた中だといいってことです。いいしさ、付き合い長いから、相手が好きな話って分かってるじゃない。 そここも察知でできるってことで好きな属性の話っていうのがさ。はい、うんうん。これが僕があ,のあなたの話を遮ってでもしたかった話です。<laughs> <laughs> だから、あれですもんね、その、やっぱ、矢口さんの話って、こう、やっぱり、キャッキャキャッキャ喜びますから、あ,<ー>あの、妻とかは。<laughs> よくします、ね。 <laughs> そういえば矢口さって、そういえば矢口がさーって言ったら、うんうん、なにな何,何。<laughs> <laughs> ちょっとね、ちょっとシュッとしてたんだよってって。<laughs> そう。老眼が進んだんじゃないお宅の家族、ほんと怖いの、天敵、天敵。で <laughs> <laughs>、まあ、そういう、この、なんだろう、ファミリーとか恋、長い恋人だったら、うんうん、なんか、ある意味、そういう、なんだろう、予定調和も含めて、 作らられてるから全然何も考えなくていいと思うんですけどうん,、うん、うんねえあのー、だから面白い一つのなんか鉄板の会話ってだから準備しないほうがいいよねいやいやそうだよね準備してても出さないってことうんうんうん、なんか準備しちゃうと出そうとしちゃうじゃん そうなんだよね。ね。うん。あ、この子にあの話しようとか。ああ。そうすると、いつの間にかその話に誘導しようとしたりするじゃないうん。うん。それもなんかもう見え隠れするもんね。見え隠れする、あからさまに。脈絡がなくなるんだよね。あの会話の流れの。そう。うん。そうすると、あ、この人、 いつもこの話してんだろうなぁとか <laughs> あ、ご自慢のうんうわぁそこまで想像さしちゃねたうね、ん、下手するとこの人この前もこの話してんだなぁみたいなああ<ー>、脈絡がないもんだからそうだね、うん、あ違う話だとしてもうん,うん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 いやもう極端に言うと同じ話する人いるよあいるかいるかいる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 ,いる、ね、またこの話してんなぁってあ これはどうしても俺の鉄板だから聞かせないといけないって常に思ってんだろうね。まあなんかもうこれを聞くとすごいって言われるから、そのすごいっていうのを真に受けて、はい、はいはいはい。一つの会話、なんか武器だと思っちゃってるんでしょうね。うん。いや、多いですよね。男性は多いですよね、すっごく、ね。はいはいはい,はいはいはい。いやー、気をつけた方がいいですよ。ね、そういえば。<laughs> <laughs> 何いや、何そういえば。もうそろそろ時間かなと思って。あ間、時間、今のは正しい見方です。そうだ危ない、危ない。危ない、自分の話することは危ない。時間でしたよ。危なかったな、今。ところで、あの手品。ところで。ところでもよくないね。だから、その、その言葉も二度と使わないようにしたほうがいいんあ、そうだ、そうだ、そうだ、そういえばとか、これ、多いですよ <laughs> いいよそれで中身全然ないんだから。全然自分に立っては全然緊急性も何もないわけだ。へ <laughs> え。という感じで今日はですね矢口さんと、まあ、会話をねこう準備した自分でこう,おもこういうふうに相手に思われたいとかいう思惑からその会話に誘導していくっていうことが。 いかに相手からすると全部丸分かりで、その、それ自体が気味が悪いことに移るかっていうのをちょっと理解していただきたいんですね。すごく大事なことなんで。で、その多くの人がこの動画を聞いているってことは、やっぱり自分の会話自体をまず面白いものにしたいっていうふうに考えていると思うんですよ、ね、なんですけど、じゃあ会話が面白い人ってなんだっていうと、あのー、要は相手がもっともっと話をしたくなる人なんですよ、ね 自分の話をしやすい。自分の話を楽しく聞いてくれる。で、そのベースが整ってると、話していって楽しいから、どんどん気持ちが良くなって、あなたの話も聞きたくなるんですよ。で、そうすると積極的な質問が出てくる。で、相手は聞きたい状態だから、あなたが何を言うが面白い、興味があることだから、おおって言って、聞いて、しっかり入って、あなたの印象が良くなっていくんですよね。 だから、まずは、あなたの話を聞いてみたいなと思わせなきゃいけなくって、で、その思わせるために重要なことが、やっぱり、まず最初、コミュニケーションの基本ですね、相づちになっていきます。で、この相づちっていうのは、あの、みんな、ただ、うんうんって言えばいいっていうふうに思ってる方が多いんですけど、そうじゃないんですよね。しっかりと、このテクニックであるしあの、理解しておかなきゃいけないことっていうのがいっぱいあるんですよ。 そこについてちょっと詳しく説明していますので、ぜひ登録してみてください。